くわ。はいさい、沖縄深すずり学校へようこそ、ミスター R です。今日も沖縄県那覇一文字の新邸というポイントに来ています。9月に入り、アーガイなど、イラブチャーが釣れることが多くなってきました。そして、夏場に大量にいたいサトリも少しずつ落ち着いてきて、本命の魚が狙いやすい時期になってきました。今日も、ダイワメガディス、AGS175 の5メーターと、ガマイソ、チヌスペシャル、クロサエの06号、この2本の竿を使い分けて狙っていきたいと思います。アーガイが釣れました。はい、1匹目アーガイが釣れました。今日ですね、風もほとんどなくて潮の流れも今は緩やかな状態です。上にはヒレイカが見えているんですが、その下にですね全然魚が見えなくて、中層ぐらいまでも全然魚は見えないような状況ですね。なので下まで送り込んでいって、そこをギリギリですね、ギリギリの方で当たってきました。手前はですね餌取りがいるので、ある程度は遠投、具体的には15メーターぐらいですね、遠投して狙っています。絶対取ってやる。
えぐいな引き。負けないぞ。メガディス頑張れ。はじめさんからもらったメガディス17で頑張ります。そうですね、なるべくあっちに誘導しますね。まあ、できるですね。風になって大丈夫ですか。すいません。よっしゃ、左行けそう。先生、お邪魔しました。また来るかもしれないですけど、すいません。サクパスさん、ちょっとだけお願いしていいですか。すいません、ありがとうございました。すいません、サクパさん。大丈夫ですよ。よっしゃ。寄ってきてる。めっちゃ引きますね。めっちゃ。さあ、見えてきました。さあ、メガディス175、巨大魚と戦ってます。ああ、やばいな、まだ元気ですね。ああ、もう、元気っすね。あっち向かしたくないな。すごいっすね。めっちゃきつい。いつも竿のこっち持つことないですけど、片手でやり取りスタイルなんですけど、これはちょっときつすぎる。新元気だな。元気ですね。5キロぐらいあるかな。カテッサから上の中筋肉つってますよ、多分。こりゃ、おいで、おいで、こっちおいで。浮いてくれよ。そろ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 。うわ。やべえ。喉乾くやつですね、これ。見えてから狙おうと思ったらパクって噛んできました。あ、ブレーキが滑ってる。こんなにきついこれ。危なかったね。勝てたと思うよ。足うわマジか。やばいやばいやばい、強いな。あー、わかりました。結構強いな。粘るね、マジで。めっちゃ粘りますね。めっちゃ引きますこれ、本当に。ほら、こっちおいで。あー、でも魚体に触れてもあんま切れないですね。マジか。あー、メッケ滑ってる。あー、いいっすね、いいっすね。頑張ってみます。あ、サメ船だ。サメ船ですね、これ。大型海遊魚ですか、これ。見てるこっちもあっていいか。こっち来たら暴れるんだ。もう食べよう。強いっすね、本当に。引き切りするのかな。
嘘でしょ。この差が僕より体力あります。こっちが待ってるんですけど。うわおりゃ、よし、お願い、浮いて一回でも。ああすごい、マジか。あ。緩まないかだけチェックし、マジで腕がパンパンになって、はあ、サクパンさん、たまお願いしてもいいですか。これ無理です。入るかな、てか多分入りますかね、これ折れるかな。これあれですね、ゆうまさんの大町みたいになんかめっちゃ苦戦しそうですね。おりゃー、ほらー、よっしゃー、ほらー、ダメだ、地面が熱い、きつすぎる。出します、あら、あら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 あ、無理そうだから、こんな作ったし、ああ何分ぐらい今、15分やばい、ああ、これいけそう、これいけそう、いけそう、あら、ああ、いけ、いける、ああ、浮いた、浮いた、浮いた、ああ、完全に浮いた、完全に浮いた、西原さん、もうちょい下、もうちょい下、ああ、いった、入った、入った、上げて、上げて、ああ、やばい、いけるやん、今、ありがとうございます、皆さん。きつかったー、やべえ、やべえ、でか、1メートルくらいないですか。すいません、皆さんのおかげです。ありがとうございました。やべ、あ、ありがとうございました。カメラでかー、なんだこれ。おっしゃ、あ、こっちお願いしていいですか。やったぜ。はい、第5はメガディス175でやりました。メータークラスのサバヒーですね。強烈な引きでした。針もですね、綺麗なとこに引っかかってますね。綺麗にかかってます。でっかいですねこれ。すごいサイズです。サバヒーの全長は1メートル、重さは7キロを超えていました。この日は午前中で釣りを終了して引き上げました。あ、やばいやばいやばい。頑張れ頑張れ頑張れ。